ビラージュは、イギリスの高級スポーツカーメーカー、アストン・マーティンが生産していた大型スポーツカーである。1967年以来生産されていたものの、アストン・マーティンの度重なる経営悪化により20年に至るまでマイナーチェンジのみで生きながらへ、ライバルに対して球体化が著しかった V8 シリーズの後継者種として、1988年の 英国国際モーターショーに登場し、翌1989年に生産開始された。1993年に登場した高性能版は、ビラージュのサブネームを与えられず単にアストン・マーティン、バンテージと命名され、ノーマル版も1996年以降は、アストン・マーティン V8 と呼ばれるようになり、ビラージュという名称は、結局、短期間しか用いられなかった。 2011年に、ビラージュの名を冠した V 型12気筒モデルが登場した。1980年代にデザインされただけあって、空力を意識した、エクステリアデザインは前身である V8 シリーズから、はるかに近代化されたが、エンジニアサスペンション、車シシー等基本構成は、旧型譲りであった。旧来の設計と製造方式を踏襲したこともあり、 車両重量 1790kg に達していたが、強力なエンジンパワーによって、最高速度は時速 254km に達した。エクステリアデザインは近代化されたものの、フロントグリル以外やストンマーティンらしい個性が希薄で、1994年にフォード参加に入って初めて登場する、完全に新設計されて、 ジャガーのメカニカルコンポーネンツを多用した DB7 の方がむしろ伝統的なアストン・マーティンのデザインのディテールを再現してエレガントであると評価された。個性に乏しいデザインの一因はコスト削減のため多くの外装部品を社外の量産者から流用していたことにあり、例えばヘッドライトがアウディ200、テールライトはフォルクスワーゲンシロッコのもので前後いずれから見ても があっったた。ことも致しなかったまた、内装部品にも、フォードやジャガー、そして、ゼネラルモーターズの部品が、ステアリングコラムやエアコン操作パネル、各種スイッチ類など多くの箇所に流用されていた。DB7 が、オックスフォード州ブロックスハムの新工場で、生産されたのに対し、ビラージュ系は、旧来からのニューポートパグネル工場で、旧来の方式で少数生産を継続した。 各種の限定、特注生産者や、スペシャルモデルも作られた。2プラス2ザオープンモデルのビラージュボランテは1992年に登場し、1996年までに224台、生産された。1997年から2000年までは V8、ボランテとして63台が生産された。アストン・マーティンは1992年1月からビラージュに、 アムール1三6 3 4 7 c c 5 0 0 p s エンジンに乗せ替えるサービスを開始した。このエンジンを搭載したビラージュ6.3の最高速度は時速 282km に達した。1992年からはシューティングブレークも限定生産された。また4ドアのラゴンダも顧客の特別注文に応じて生産された。 1993年には高性能版が単にアストン・マーティン・バンテージという名称で登場した。スタイリングはより精悍なものに改められ、5300ccv、8エンジンにはスーパーチャージャーが与えられて 550PS に強化され、最高速度は時速 320km と公表された。0から60マイル加速は4.2秒となった。 1998年には、エンジン出力は 600PS となりバンテージ V600 に発展した。通常のヴィラージュも1996年から V8 クーペと改名され、349PS エンジンを搭載し、2000年までに101台が作られた。1999年には、ルマン24時間レース優勝40周年を、 記念して V8 バンテージルマンが40台限定生産された。オプションを含めると定価が50万ベイドルを超えた。このモデルの最高出力は 612PS で、最高速度時速 320km は変わらない。ものの、0から60マイル加速は3.9秒に短縮された。ビラージュ系の最終モデルは V8 バンテージボランテで9台が2000年に生産された。 2011年3月、11年ぶりに、ビラージュの名を冠したモデルが復活。フラッグシップライン DBS とベーシックライン DBQ との中間モデルにあたる。最高出力は 490HP で、DBQ の 470HP と DBS の 510HP の中間値を発生させ、最高速度は時速 299km と交渉される。 クーペとボランテが用意される。日本国内へは同年7月に導入が発表された。2013年 DB9 がビッグマイナーチェンジを行い、そのモデルが実質的なビラージ後継モデルとなり、モデル名としてのビラージはわずか2年で消滅した。ありがとうございます。